エイドリアン・アルトゥーロ・サンチェストマスは、ベネズエラのスリア州マラカイボ出身のプロ野球選手。ウトウミギウ MLB のワシントン・ナショナルズ参加所属。愛称は、エルチャモ。2007年にワシントン・ナショナルズと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。42試合に出場して打率。269。 1>, 1本類打、19打点、4盗塁を記録した。2008年もルーキー級、ドミニカンサマーリーグナショナルズでプレーし、59試合に出場して打率。276、3本類三32打点、21盗塁を記録した。2009年にアメリカ本土へ渡る。この年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグナショナルズでプレーし、24試合に、 出場して打率、246、5打点、3投類を記録した。2010年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズと A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズでプレイし、2球団合計で54試合に出場して打率、354本塁打、36打点、4投類を記録した。2011年は、A 級ヘイガーズ・タウンでプレイし、 131試合に出場して打率2623本塁打51打点25盗塁を記録した2012年は A 級ポトマックナショナルズでプレーし101試合に出場して打率2693本塁打32打点25盗塁を記録した2013年も A 級ポトマックでプレーし120試合に 出場して打率、241、1本塁打、42打点、8盗塁を記録した。2014年は、A 級ポトマックと AA 級ハリスバーグセネターズで、プレーし、2球団合計で118試合に出場して打率、236、3本塁打、38打点、11盗塁を記録した。2015年は、ルーキー級、 ガルフコーストリーグナショナルズ A 級ポトマック A 級ハリスバーグでプレーし3球団合計で82試合に出場して打率283本塁打22打点9盗塁を記録した2016年は A 級ハリスバーグとトリプル A 級シラキュースチーフスでプレーし2球団合計で111試合に出場して打率24928打点 7盗塁を記録した。優勝パレードにて2017年は、シーズン前、第4回 WBC で、コロンビア代表に選出された。シーズンでは、開幕を A q ハリスバーグで迎え、トリプル A 級シラキュースを経て6月30日に、トレイターナーが、故障者リスト入りしたため、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。 同日のセントルイスカージナルス戦にて大打でメジャーデビュー。この年メジャーでは34試合に出場して打率268、11打点を記録した。2020年10月9日にマイナー契約となりトリプル A 級フレズのグリーズリーズに送られた。ありがとうございます。